はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。お願いしまーす。はい、今回はですね、アップデート後にタウンホール9でレベル6のゴブリンが使えるようになりました。そしたらですね、ゴブリンラッシュ結構強いといった感じになりましたので、ちょっと今回はですね、クラメンが各レベルのレベル4からレベル6のゴブリンラッシュ、こちらの方をね、検証してくださいましたので、ちょっとお送りしていこうかなと思います。まずは今回1本目はミソロジーさん、タウンホール8のミソロジーさんのレベル4のゴブリンラッシュ、こちらをね、見ていこうかなと思います。まずジャンプがないのでクエイクで穴の方を開けていきまして、そしてゴブリンを大量投入していくと。ただですね、やっぱりレベル4のゴブリン、体力低くて結構もうワンパンでやられてしまいますし、迫撃砲とかももう、はい、一発でも結構やられましたよね。結構やっぱりね、体力低いんで、ほんと進みがそんなに良くないかなといった感想でございます。でね、今回タウンホールとかも狙っていくんですよ。ちょっと前のアップデートでゴブリンタウンホール狙うようになったんですけれども、今回はですね、やっぱりレベル4なので火力不足、体力不足で落とせないんですよね、ここ。はい、落とせずにもう残りは6時方向に回ったゴブリンのみとなっておりまして、集中砲火を食らってあっという間に溶けてしまって、今回は星0といった形になっております。それでは続いて、レベル5のゴブリン、ゆうきさんのリプレイの方をちょっと見ていきましょう。はい、変わるかな、あ、変わりましたね。はい、見ていきましょう。はい、こんな風に銀山の方をカットしていきます、レベル5のゴブリンで。で、見ていただけると分かるかなと思います。黒大砲とかだともうワンパンで一発でやられてるんですよね、これ。はい、はい、聞こえますかね、ゴブリンの悲鳴がちょっとうるさいですね。ちょっと耳にこびりついて、ちょっとなんかもう頭の中でこうなんかローテーションしてしまいそうな形で、もうわー、わー、わー、わーってちょっとうるさいんですけれども、こんな形でもう瞬殺なんですよね。一発でもうどんどんやられていきまして、はい、こんな風にあっという間に溶け切ってしまいました。ちょっとゴブリン大量に出したんで、墓標の形がちょっといびつな感じでたくさんありますね。はい、そしたらですね、8時方向からもゴブリンの方大量投入していきます。はい、黒大砲とか、よく見てくださると分かると思います。はい、一発でどんどんやられていきます。はい、ウィザードタワーでも結構削られまして、ウィザードタワーでも一発かな、ウィザードタワーも一発っぽいかな多分ですけれども、はい、こんな風に瞬殺されてしまいましたね。はい、で、そして残り、どっからゆうきさん出していく、のかなと、ちょっと様子見てみましょう。ここからどうやってタウンホールとかダクエリタンク狙っていくのか。はい、12時方向ジャンプ打ちまして、あ、なるほど、ここからですね、エリタン、金庫、クランジョ、そしてタウンホールとかダクエリタンクを狙っていこうかなといった形でしょうか。はい、レベル5のゴブリンを大量投入していきまして、そして援軍でもらったレベルマックスのゴブリンも追加で入れていくんですけども、結構やっぱり、溶けるスピード速いですよね。で、ヘイストをかけていきまして、どんどんスピードアップして、タウンホール、ダクエリタンクを狙っていくんですけども、あえなく失敗といった形になっております。それでは続いてお待たせいたしました。レベル6のゴブリン、見ていきましょう。こちら、三田さんのリプレイでございます。はい、こんな風に、十字方向の金庫とか、あとエリポに出していくんですけども、さっき言ったように、わかりますかね？大砲とかで、一発でやられなくなってるんですよね。はい、こんな形で。なかなか死なないですよね。はい。出てきましたが、結構そんなすぐ死んだりとかっていうことはないんですよね。なんか聞いた話によると、タウンホール9の施設ではレベル6のゴブリン一発では倒せないらしいです。なんか聞いた話なんですけども、なのでこんな風にですね、攻撃力も高いゴブリンが、しかも一発でやられずに盾となって何発か食らってくれるっていうのはですね、結構お得というか、結構やっぱり火力的にも体力的にも結構レベルごと違うんじゃないのかなといった感想でございます。こんな風にどんどん周りの施設の方を削っていきます。はい、こんな形で、はい、金山も削り終えました。ゴブリンやられてしまいまして、どっから投入していくのか、見ていきましょう。はい、やられておりますが、はい、12時方向のゴブリンもなかなか解けませんでしたよね、今。なのでやっぱりレベル5と6では結構体力にも違いが出るんだなといった感想でございます。で、そしてクランの城にも出していきまして、はい、一時方向ですね。一時方向ゴブリン結構何体か投入していきました。で、レゴ壁とかも結構攻撃力高いので結構すぐ壊しましたよね。そして金庫とかエリタン、ヒーリングかけてしっかり保護してあげればもう瞬殺ですよ。レベル30のアチャクイでも壊すのに結構時間かかるのに、これだけのゴブリンでもうすぐ壊してしまいましたね。なので、やっぱりゴブリンの資源設備に対する
攻撃力ってやっぱり侮れないなといった感想でございます。はい、そして今度は十字方向からですね、十字方向の金庫とかを狙っていきまして、八時方向のエディターの方も削っていくんですけども、やっぱりちょっとここはですね、防衛施設結構残っておりますので、結構火力が高くなっていて瞬殺と。で、そしてですね、ここからタウンホールとダクエリタンクの方を狙っていきます。もう残ったゴブリンたちを大量投入していきまして、一瞬でレゴ壁を破っていきまして、そしてジャンプをかけてヒーリングをかけて、はい、タウンホールも瞬殺です。そしてダクエリタンク、こちら見てください。はい、一瞬で破壊いたしました。いや、これはすごいですね。やっぱりレベル6のゴブリン早いなと、強いなといった感想です。ダクエリタンクをあのスピードで壊して切ってしまうといった、ゴブリンラッシュ、こうなんて言ったらいいんでしょう。全開を狙う編成ではないです。こんな風にですね、タウンホールを狙って星1をしっかりつけて、さらに、ダクエリを狙うといった感じの編成になるかなといった形でございます。それでは続いて中澤軍曹のリプレイ見ていきましょう。軍曹式ですね。軍曹簡単にサイドカットの方をしたらですよ、こっから見物です。はい、見ていてください。ジャンプを2つ打ちまして、で、ここからゴブリン大量投入です。はいはい、すごいすごい。いや、悲鳴がうるさい。もうどんどんやられていきますが、迫撃砲にやっぱり一発でやられないっていうのはやっぱでかいですよね。今ギリギリのところでヒーリングをかけておりまして、しっかりと保護の方をしていきました。そして一気に中に入れていきます。相手の援軍とか出てきているんですけども、もう無視です。援軍無視をいたしまして、クランの城、タウンホール、ダクエリタンクを最後壊そうとするんですけれども、ギリギリ壊せませんでした。しかし、ダクエリオに、これで、2000以上取ってしまいました。なのでやっぱりこのゴブリンラッシュ強いなと、ダクエリー抜くのに向いてるかなといった感想ですね。そしたらもう、ラストでございます。続いても軍曹のリプレイ見ていきましょう。軍曹式ですね。軍曹曰くゴブリンは3点出しの方がいいらしいです。1点2点とかだともう全部出し切るのに時間がかかってしまいますので、3点出しにして、で、そして、集中砲火食らわないためにも、3点出しして、ターゲットを散らしてあげるといった形がいいらしいです。そして呪文編成はジャンプにヒーリング2が安定するかなとおっしゃってました。はい、見ていきましょう。まあでも、まあ、エリクサー的にこれは赤字かな、どうなんでしょう、わかんないんですけども、まあ赤字だと思うんですけども、ダクエリが欲しいっていう方はですね、まあ結構使えるかなといった形でございます。はい、もう完全に相手のアーチャークイーン、援軍とかババキンとかもう無視して、もうダクエリまっしぐら、タウンホールまっしぐらで星1獲得のダクエリを抜いて終了といった形になっております。というわけで今回はですね、ゴブリンラッシュの方をお送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。